はい、どうも、コミです。さあ、今日はですね、アローのテクニック見ていこうと思います。まあね、クイーンの新装備が入って、今更アローかよって思うかもしれないですけど、ちょっとまだね、新装備の使い方を自分の中で煮詰めきれてないんですよね。なんで、まあ適当なことを話すよりも、やっぱね、今ある装備の中で、しっかりとね、実用性の高い技を使ってくれてる、そういうアタックを取り上げていこうということでね、アローを見ていこうと思います。で、ジャントアロー結構ね、最初こそ僕いらないと思ったし、評価多分全体的に低かったと思うんですよ。だけどね、使ってったら強いっていうことで、ぜひ ね、こういう動画見ながら、あ、これは使っていこうかなって思うポイントをね、見つけてもらえたら積極的に使っていってください。で、基本的にこれエアスイーパーを追ってからのドラゴンラッシュ、これが一番強いのはもう皆さんわかってるじゃないですか。なんでもうそれは今日は触れません。触れずに、別のね、タイプのアタックを見ていこうと思います。で、一番ね、僕がね、アローを使う上で、あ、間違えた、これじゃないわ。アローを使う上で、すごくね、強いなと思ってるやつが、そのエアスイーパーを折るの次ぐらいかな。これですね。クイヒーをね、やりながら、アローを使って奥にライトニング打つんですよ。普段こういうところってさ、結構呪文枠をたくさん使わなきゃ折れないような、施設がたくさん、施設があるケースって結構あると思うんですけど、そこをね、アローを使うことによって余裕で折っていくことができちゃうんですね。まあ、それが結構僕はいい使い方かなと思います、1個。で、ここを、まずはゴーレムを出してから、ババヤンキングですね、アローを入れていきますよって、インビジブルタワー発動しますけども、そこにクエイクを打って、ライトニングですね。本来この辺って、クエイクだけで折れないんですよ。インビジブルタワーとかね。でもそこをクエイクだけで折っちゃうことができますよっていうこと。で、それで折れちゃうんで、こっちの長弾大砲とかの方にね、こうライトニングを1個伸ばして、で、奥をゴリッと削っていきます。まあ、そうすることによって、ここの防衛がなくなるから、入ってきたヒーローたちが生き生きするんですよね。すごく生き生きする。で、こういう風な形を作るために、タウンの奥側を折っちゃうっていう方法はものすごく合理的で、まあ、見てわかる通り、その後のヒーローの伸びが全然違いますよね。ここからアーチャークイーンがまたまた仕事をしそうな、顔をしてますよね。で、中央部分アーチャークイーンと、キングですね。まあ、キングはもう能力使っちゃったんで、ちょっと厳しくなりますものの、ここからアーチャークイーンたちに、中心部分援軍処理任しておきながら、外周部分は今度はロイヤルチャンピオンと、ウルトライダーバルキリーが生き生きするという感じになります。はい。全体が生き生きするんですよね。やっぱりこう、くさびに入ったユニットが長生きして、生き生き仕事をすると、横から出てくるユニットもこう、生き生きするんで、もう全体が生き生き、もう生き生き、生き生き戦術になるわけですよ。なんでね、ぜひね、こう、生き生きできるような、ジャイアントアローの使い方として、このライトニングの組み合わせはね、覚えておくと便利かなというふうに思います。はい。はい。うざいなって思ったでしょ。僕もどこでやめようかってね、すごく迷ってました。もういいかなっていうぐらいね。はい。押しましたけども、生き生きをね。はい。まあまあ、こんな感じです。だやっぱね、アーチャークイーンのクイヒー、このミニクイヒーっていうのかな、この、ヒーラー人形を使ったクイヒーなんで、あんまり長持ちはしないんですけど、こういうふうにキングと待ってたりするとね、ヒーラーがキングやアーチャークイーンを回復、交互にこうしてくれたりして、割と伸びたりするんで、強いですね。はい、キングの装備はこれ。で、クイーンがさっきのこれ。グランドウォーデン、見えない。グランドウォーデン見えない。グランドボディン多分ヒーリングトームだと思う。で、こっちは多分ヘイスト薬とホブだと思う。そんな感じだと思います。で、アローライトニングですね。で、もう一個ね、面白いアタックとしては、これ、エースさんが見せてくれた、これが面白いですね。ちょっとね、多分ね、狙い通りに決まんなかったと思うんですけど、まあ、それでも多分、かなり大きなアドバンテージになってるんで見てほしいのが、ライトニングアローですね。ここの部分に多分、ライトニングを当てていきながら、アローを当てて、この辺をね、折っていくっていうプランになってましたね。で、ライドラを使って、ここまずチェーンを入れます。で、そこに、アローを組み合わせていくことによって、多分狙いとしては、うまくいけば、この辺をゴリッと削れたんだと思う。でもちょっとまだね、うまく決まんなかったんですけど、それでも十分なアドバンテージが取れるんで、このね、ライトニングアローは見ていってもらいたいと思います。これね。チェーンを入れて、この辺の大砲とか、この辺を削っていきますよと、このクロスボウなんかももう一発ね、本当は、アローが入ったら、ないしはチェーンが入ったら壊せたんだけど、惜しかったですね。ここでもう一発、デイジー乗ったね、ライドラがドーンってここに打ち込んでくれたら相当バリューでかかったんだけど。で、この下側からクイーンがドーンですね。これはもう完全にエアスイーパー狙ってると思うんで、この位置に刺す前提だったと思うんですけど、こういう風に、ライトニングとね、ライトニングじゃない、ライドラのチェーンと、アローを組み合わせるっていうのもいいね、ポイントになってくると思います。ただね、結構難しいのは、どっちも
狙ったところにダメージを与えるのが難しいんですよね。だからそういった意味ではね、まあ、少し難易度は高い、もうかなり少しっていうか結構高いと思います。だけど決まれば相当強いし、もうこれ見てもらってわかる通りですけども、上の部分、12時部分、ここが削れてるのすごく今大きい状態になってますよね。ここが削れてるんで、なんかもうここだけだったらなんとかなるかなっていう感じがするじゃないですか。で、撃ってくる対空砲とかもないんで、ライドラがしっかりね、で長生きするしっていうところで、はい、こういう風な感じで、ライトニングのチェーンとライドラのチェーンと、アローを組み合わせて、でそこに、ダメージをダブルで与えていくっていうね方法も結構、強いです。まあ、これは多分ドラゴンスケの人はぜひやっていくべきパターンかなっていう気がしますね。ロイヤルチャンピオン型はクロスボウを殴って締めて全開っていう感じですね。はい、圧倒的、圧倒的です。フリーズの呪文2枚残してますね。クイーンも生きてるし、グランドボディを押してるけども残ったヒーローは3人という感じで、ラストちょっとね、これはね、本当は多分決まってたら、もっと良かったんだけど、でも発想としてこれは絶対に覚えておかなきゃいけないってやつがあります。これ馬さんが見せてくれているアローを使ってから、ここにクエイク2枚を使ってダメージを与えていく。何をしたいかっていうと、呪文タワーを降りたいんですよ。これはシンプルに、ジャンプを打ってね、ここにキングを誘導していくという格好になっていくわけなんですけども、それをしながら、アーチャークイーンは6時方面から攻めていきます。はい、で、そこでアローを出していくわけなんですね。これスケルトンを出して、長短大砲とか、あとはマルチ、アーチャータワーのダメージを分散してキングを延命。これね、ほら、そうなんですよ。取れちゃったんですね。ここだけ入ってるんですよ、ダメージが。で、ダメージが入っている、このポイズンタワーも、大工が回復させてるもんだから、ちょっとね、あっという間に、本当は、クエイクをパパッと打てば壊れたんですけど、ちょっと一瞬間があったんで、回復で、耐えちゃったということでね、ほとんどアローの効果が、これ見れなかったんですよ、残念ながら。なんだけど、考え方としては、アローを打ってから、そこにクエイク2枚落とすと、呪文タワーが折れるんですね。これ、すんごいバリュー大きいんで、絶対に覚えておくべき方法だと思います。で、アローを使おうっていう風に思ってるんだったら、エアスイーパー折るか、呪文タワー折るかっていうのが、なんだったら結構今の段階では、多い選択肢のベスト、まあ、トップ2なんじゃないかなって思うぐらい。それぐらいね、このテクニックは、大事なんで、アローを持ってる方はね、ないしはもうデフォルトで使おうと。いう風にしてる方は、ぜひね、このテクニックを覚えておいてもらった方がいいと思います。で、ここは多分、タウンホールを止めたくなかったんじゃないかと思う。このインビジブルタワーを止めたかったんじゃないかな。ちょっとそんな気がしますけどね。タウンが止まってますね。で、まあ、そのタウン、でも、まあ、止まってくれたおかげで、ユニットが左右に流れているんで、まあ、これはこれでいいかな。最終タウンを着地点にするっていう点でね、ちょっとリスキーっちゃリスキーですけど、まあ一応レイジと、あとフリーズの呪文があって、ロイちゃんも能力残してるんで、まあ大丈夫でしょう。そのまんまね、防衛を殴っていくというところですね。はい、というね、ことで、まとめると、エアスイーパーを壊すだけだったら、アローだけでいいんですよ。十分なんです。で、これはもういろんなところで僕も紹介してるし、もう皆さんも見飽きてると思うんですね。なんだけど、そもそもジャイアントアローって、エアスイーパーとかターゲットがなかったとしても、撃つことによってサイドカットの効果が得られるじゃないですか。スピーディーにね。スピーディーにサイドカットの効果が得られる。まあ、どういうことかっていうと、ちょっと、分かってる人はもううるさいなって思うかもしれないけど、ちょっと喋らせてもらうとね。アローをこう、ガーって撃つでしょ。撃つと、ここと、ここの部分の、だいたいこういう外周部ってさ、あんまり、HP 高くない説があるじゃないですか。こういうダクエリのポンプ、タンク、ポンプか、ポンプとかね、キャンプとか。そういうのが、アロー一発で折れるんですよね。そうすると、この部分、その折れた部分がサイドカットになるんで、そこでユニットが遠回りとかしなくて済むじゃないですか。そういう風に、序盤のアローを撃つってことは、サイドカットの仕事がまずできるっていうポイントに加えて、どうせアローを撃つんだったら、ここもクエイクを撃つことによって、呪文タワーも一緒に壊しちゃおうとか、あとは、そこにライトニングとか打ち込んでもっと欲張ってね、こういう投石とかね、こういう長弾大砲とかそういうのを壊しちゃおうとか、あとは、ライトドラのチェーンを入れることによって、HP が高い防衛施設に、チェーンプラス、アローで壊していこう。ないしは、チェーンで壊す部分とアローで壊す部分をこう、隣接させることによって、そこ一
体をね潰しちゃって、そっから先の攻めをね、そっから先の攻めをよりやりやすくしようとか、まあ、そういういろんなあの使い方があります。今日ちょっとね全部成功パターンだけではなかったんですけど、その、使い方のパターンをちょっと見てほしくて、こうね3つ動画を、まとめてお届け、リプレイかなをまとめてお届けしました。ぜひね自分の手で試してみてもらって、それを成功に導いてもらえたらと思うし、やるのは難しいんですけど、決してインポッシブル、要はできないようなテクニックではないので、練習して、使いこなしてもらったらね、かなり強いと思うんで、おすすめな方法ばっかですね、ぜひね試してみてもらえたらというふうに思います。はい、ということでね、今日は、ジャイアントアローの使い方っていうのを合計で3つお話をさせてもらいました。まあ、僕自身一番よく使うのはあれかな、やっぱりエアスイーパーを追ってからのドラゴン花火とかねに使うのが多いんですけど、そうする以外にもね、やっぱりルートライダーを使う人も、ジャイアントアローを使うことできるし、今ね、こう見てもらってるのは、見てもらってるこのノアタックがもうまさにそうですよね。はい。中央部分にアローを打ち込んで、呪文タワーを無力化しちゃってから、ルートライダーをね、流し込んでいくとか、相当強いんで、ぜひですね、アローを持ってる方、またはアローをもうデフォルトで使っている方、ね、こういう攻め方っていうのを、やってみていただけたら、楽しくなるんじゃないかなというふうに思いますんで、参考にしてもらえたら幸いです。はい、ということで今日は、この辺で終わりにしたというふうに思います。どうでしょうか？参考になったなと思ったら、よかったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。